ご視聴ありがとうございます。ハレルヤホープスの宇都宮です。ご視聴ありがとうございます。ハレルヤホープス兼現スタンダード神の岡井です。始まりました第64回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今スタンダードが熱いということで、今回は僕と岡井さんでガチスタンダードをお届けしようかと思います。ちょうどシーズンも変わったことですので、まあ、このホープスとしての抱負ですね。まあ僕はまあちょうど GP 香港で優勝してシルバーになることができたんで、ゴールドレベルを目指して今年は頑張っていこうと思っています。まあ僕の方はまあスタンダードの方をまあ頑張って、まあ神も維持しつつ、まあグランプリとかプレミアイベント頑張っていけたらいいなと思います。新パックラブニカドギルドの雑貨について僕からはまあリミテッドがとても楽しいということだけ。まあ名古屋やったばっかりでも僕もリミテッドしかまだやってないと思って、逆にスタンダードはこれからって感じで楽しみですね。で、まあ注目のスタンダードのデッキとかメタゲームについて話していこうと思うんですけど、まあまずはやっぱり、まあ、今日僕も使わせていただくんですけど、ゴルガリのミッドレンジデッキが MOPTQ などのイベントで多くの人数をトップ8に出しているということで、まあ、かなり注目のデッキなんじゃないかなと思っております。はい、で僕の方を今日使わせていただくのが、まあ、ジェスカイコントロール、まあ、テフェリーにフィーチャーしたデッキで、まあ、新カードの、まあ、イゼットのカードが結構入ってるデッキです、まあ、このデッキも結構ゴルガリと共に勝っていて、まあ、2強体制ぐらいかなと僕は感じています。まあ、あと他にも、まあ、いろいろボロスであるとか赤タンであるとか、まあ、いろいろデッキ自体はあって結構面白そうなんですけど、まあ、まだまだこれからって感じですよね。やっぱり攻略しにくそうなミッドレンジが、まあ、これからどう攻略されていくかって感じですね。それでは早速対戦の方をやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。の7枚です。先手というのもあって、まあこいつを信じて、でまあ1枚引ければここに繋がるしいけるだろうということでキープします。こう悩ましいですけど、まあこれに繋がればなんとかゲームができそうなので、まあ不安要素は多いですね。まあキープしようかなと思います。お願いします。無理です。全然事情が変わった。こいつからできる気がします。レンジャー下ですね。下終わりです。なんかそんな感じじゃなかったもん。で、ライン名に入って、探検者の住所で探検します。シングカードの弾けるぞ。1枚と1枚ですね。まだ打点1なら
次来たらまあ別にほっといてもええかなカメロン買っちゃったはい、やろうかね。おこれは面白いもの引いたキャストかドレイクさんがはい、勝ちです。で、6.1、7終わりです。この色はです、キープした時点でまあ2枚だね。スライスソースをクラリオが飛んでくるんだよね。この手札が感動しがたい。はい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 。お、枝渡りと勇者を受け取りました。で、枝渡りで探検落ち来いよって落として終わりです。まず簡単に2発でまた消すか。はい、お互いと一緒に乗ってるからね。早く読んだけど大丈夫1枚です。ドローまでいいな。はい、2つです。4、嬉しいは嬉しいけど、1、2って弱いよね。はい、置いて終わりです。彼から3発もくらい。何すか、でも言うか。じゃあ、どっちかな。ここからテフェリーとかが来るんだけど、これ難しいゲームになってしまうんだけど。大丈夫だと思う。違った、はい、はいはいはい。はいはい、出して、出して、はい、出ます。余裕を取ってます。はい、余裕あるやん、ええやん。はい、そして、チェンドステップエントリーが、はい、はい、それはい、やったんで、キープ、このまで、コンバット、はい、コアプレイヤーに、プレイヤー、こっちか、そしてスパイク、はい、コンプラですね。メインして18、して18ストロークとかないやろ。バッシュ、帰りましょう帰りましょう帰ったはい、おしまいです。帰らないでしょう。何しますか。こっちの探検が成功してればな、もうちょいなプレッシャーがあったのに。フォローして、難しい。フォローして、いや、まあ大丈夫や。いや、昔だったらここがいさ一気にとがめられたのに。彼はもういなくなったし、ね、絶対なんで短周よ。まずかつのアクティベアクティベと解決まで OK。 でも落ちか。第3章。
難しいね。まあブラスカが安定かな。はい、ちょっと待ってください。で、車名を出してブラスカプラス。黒い糸が浮いてる状況です。こうやって1点ゲームアンドロイド。111。で、浮いた黒マナを使って、3マナからレインジャー。入ってました。誘発して、1回目。で、2回目も上。はい。いや、知るか。リミット対応率がさすがに低すぎるので。どうしようかな。こっちかな、多いからいらんか。お、え、あ、そう。はい。拾えるのと拾えるの全然違うんだよな。キャスト大好きだった。はいはい。ブラスカ話してた。どうしようかな。この下がまだもう一個下。まだもう一個下。違うか、3番目だからその下が6。この下が6ブラスカ。で4ブラスカこうかなんかするかしないでしょ。はい、捨てました。はい。あり。ここだけでアンタップしたもん。いつから耐え切られてしまう？はい。いや、もうブラスカで沼を切ったとこ、どこか。じゃあ、これが50のフックスで、手札対していらないし、逃げないで動くか。なんか雑に打たれた。はい。止まんなそう。こっちからの。せーの。取り。一枚。え、預かったまで、預かったまでひねれるの？ずるじゃん。はい。何で前引こうかな。取りました。これで出て。走れ。はい、取られて1なんだけど。ふざけたらあかんよ。スーパーやん。おい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 。どうしたの？どうしよう。何引けば逆転するの？一人で後ろも。
追加のドレイクかいっつって。6枚はさすがに受けなそうか。何をしようとしてるんだ、何をしようとしてるんだ。残り6。15人だよ、おいおいおい。いや大体の反応に何もなくて、殺人犯が通る。それで勝てる。じゃあ確認するとこのディスカーやろうか。すっ、はい、負け。この状況で来るダメで腹立つわ。ではサイドインが、こちらの7枚、相手のカードを抜ける脅迫とテフェリーへの対処手段、それからアドバンテージソースということで、この7枚をサイドインします。アウトするのは結構このデッキなかなか抜くものがなくて微妙だったんですけど、ロングゲーム、どうせロングゲームになるので、まあマナソースとで、まあプリンゾーカー対処する手段が多いので、まあ必要なくなるだろう。まあ、これは、強いけど、まあでも主に最初の方で使うことになるんですが、まあ、2枚被ったりすると、まあ非常に弱いので1枚だけアウトすることにしました。まあこの4枚を抜いて、まあ、これに入れ替えようかなと思います。まあ抜く方は基本的に後手なんで、まああんまり引っかかりにくいのと、まあ代わりのカウンターを入れるため、まあ抜くのはこれが一番良かったなと思ってこれを抜いて、まあ、これはまあ相手がデュレスをサイドにしてくることが想定されるので、結構ケアされやすくなってしまうし、まあ3点の方でも結構大体取るから、まあバレると言われていることで、まあ最後だとします。するのがこちらです。まあこれはメインゾーカー対策にまあ使えてた方がいいので、まあこちらを代わりに入れて、まああとはこっちはまあテフェリーの追加として一応なるので、まあデュレスに対しては耐性を考えて、まあこれは結構強そうかと思ったのと、まあ使ってみたいので、とりあえず入れてはそのフィニッシャーのスロットはいくらあってもいいだろうと。わかりやすく土地がないのでマイナーです。これが実はこれとこれとこれで不安要素ありますが、まあ一旦遅れてはこの辺で動き始めてもマイナーしてるか、まあ、なんとかなりそうなんで、まあ、ここはいいんで、キープしましょう。で、まあ、6枚にしてはいい感じなので、これでキープです。じゃあ、フィニッシュ。で、はい、鍵です。難しい。難しい。難しい。大丈夫です。1,2 は弱いね。お、たっぷりたっぷりか。そういうあれをしてあれしてあれ腐ってるな。とりあえずこまった。はい、はい、はい、で、枝渡り、はい、ガッツかっこいいヘッドワーク。どうせクラリオンあるやろ。なかった。しかも次もタップイン。タップインでしょ、し始めてた。スライスは気持ちいい。行きましょう。で、その反応を見ると、なぜこの探検が横土地だったのか、すごい、すごい締めてるんだよ。タップイン。はい、行きましょう。はい。はい、あと3.16。で、いいんじゃん。いないよ。もう買いに。もうこれをやる。で、こちら終わりです。お、負けじゃないの？どうしよう。ダメしもない、ダメしもない。カウントもてないじゃん。なるほど、なるほど。よろしく。で、コマット、はい、はい、6.27.9。はい、2名あんま調子のすぎたら、何かドミニの質を上げたい。ウェーイ。
しかも何もしないとこれ死ぬというね、決めて。いい感じか。え、たまにえあれおかえさん、もしかしてなるほど。こうやっていけるか。困ってそう。サラ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 。まあ、これ先手の厚みが悪くなくて、まあこっちはちょっとまあ結構重いカードは多そうになってたし、まあそんなにたくさんアドバンテージを取らなくてもなんとかなるだろうということで、これは手をします。これがこれで、まあ一通り揃ってるんでキープしましょう。まあまあぐらいですね。一本目と同じくこいつに託すことになりますが、まあ後手なのもあってそんなに問題はないでしょう。では手をしまいです。はいです。雲行きが、はあ、頑張って18。これだから、ここにあーあーっと差を感じれば、つらへん。おしいなぁ、おばと。はい、16。テレビを出すけど違うんじゃないの。いや、まだ読まなくか違うと思うんだよな。きつい。あれです。クリアに当たる。はい、10。面白いよ。終わったぞ。
どこ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 あれ何やかにしやる気出てきたな。いける気がする。まずいきました。はい、入れとって入れました。ホワイトのリップは何が、この音がなくて、確定カードさんもなくてのかな。プラス、はい、4枚普通に土地か。ドレイが殴ってくるのかどうかで。バキバキバキ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ふざけんじゃないよ本当に。まあこのコンボ。一応まで生きてる。8でいいや。16。ええ。安心してきた。そんなのずるやろ。10枚ぐらいしかないぞ。
ああ何やって、いかがでしたでしょうか。僕はなんかクソやりたい放題されて何やねんっていう勝った2ゲームやりたい放題し尽くしてしまって、薬術師の鑑識2の本当にカードすごい便利ですね。なんかいくらやってもフラットしなくてもうずっとマナ使い続けるって楽しいですね、このデッキは。で、まあそんな僕をボコボコにしてくれたおかえさんに挑戦できるスタンダード神挑戦者決定戦が、今週末10月21日の日曜日に開催されます。まあ、ぜひ、まあ、僕も参加する予定ですし、まあ、皆さんこれを見て、まあ、興味を持って参加していただけたらと思います。スタンダード神川の話を何か聞けると、まあ、誰が抜けるかはすごい僕もいつも楽しみなんで、まあ、皆さんで名古屋終わった後スタンダードやろうかなっていう人は、まあ、ぜひデッキリスト見たいんで立ち上がってきてくださいお願いします。では今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。マジックでこの世界を一つ